オシム編の今季、セリエ A、23試合21ゴール4アシスト、CL5 試合4ゴール、こいつマジでヤバくないか。ちなみに今シーズンオシメンは1ヶ月半くらい欠場していてこの成績です。しかも PK での得点はないという素晴らしさ。蹴ったの見たことないな、自分で獲得した PK も味方に譲ってるから優しいだけかもしれないし、下手なのかもしれないしわからん。あんまりプレイ見てないけどそんなにエグいのかオシム編。正直ズバ抜けてると思う。ただやっぱりクワラツヘリアのおかげでもある感じ。オシム編のストライカー力がすごいな。前線でのボールキープはもちろん、一人で持ち込んで、そのまま得点に結びつける能力。CL でのナポリはかなり楽しみ。プレミア行ってほしいけど、プレミア行ってセリエ専用機だったっていうのはやめてよ。サッカーの難しいところは移籍したら別人みたいに活躍できなくなるパターンが多いとこよな。それで言うとハーランドは別格、オシメンはハーランドになるか、それともアザールか。ゴールへの姿勢はオシマ編。1分でわかる、サッカー反応集。